名前か。よしよし。八神だ。八神さん。え？実は。ええ。うん？ええ。なんだって？マジかよ。なあ。しばらく寝とけっての。名前か。よしよし。どれ？
ったくいい加減にしろよ。名前か。よしよし。ありがとうございました。名前か。よしよし。矢神さん、どうも。今少しいいですか、先生。あの、わかります。例のあの動画ですよね。三原さんにはアリバイがあったんじゃないんですか。でも、ええ、おそらく本物です。ただそうなると同じ日に起きた痴漢事件の方に、ええ、先生は江原さんに痴漢された被害者のこと知りませんか。知りませんけど。間宮結衣の旧姓は鈴木でした。彼女は13年前。え、鈴木結衣。そんな、じゃあ江原さんは結衣に痴漢したということですか。彼女を知ってるんですね。もしかして先生と同級生でした。そうです、高校の3年生の。多分そうじゃないかと思ってました。でも間宮だって、まさかそんな。先生にしたらありえない。教え子の父親が高校時代の同級生を痴漢してたんですから。どういうことなんです。
間宮ユイは江原さんとグルだった可能性があります。彼女は全てを承知でただの被害者を装っていた。それが殺人のアリバイ工作であることも知っていてです。はあ、今俺の知る限り江原さんと間宮ユイ両方に面識があったのは先生だけです。八神さんは私が二人を取り持ったと。先生は間宮ユイとどういう仲だったんです？友人かただの同級生の一人だったか。特別親しくしてたわけじゃ。彼女はクラスの中ではちょっと派手なグループにいて、私はそういうんじゃなかったものですから。最後に会ったのはいつです？高校の同窓会なんかは。大学を卒業した頃に会ったみたいですけど、私は行きませんでした。同級生がいじめで飛び降りたクラスですから。じゃあ先生は卒業以来同級生の誰とも会ってない？そうです。なるほど。そういえば江原さんと間宮ユイには接点というかもう一つ共通点がありました。え？二人とも過去に身近な人間がいじめを受けて自殺に追い込まれてます。江原さんは息子の敏郎くん、間宮ユイは同級生の楠本満くん。だから例えば間宮ユイはそのことで江原さんに共感してたのかも。そして復讐のアリバイ工作に手を貸した。痴漢の被害者を演じることで。どう思います？今のを聞いて何か心当たりは？そんなこと言われても。あの沢先生、もう職員会議が始まりますけど。あ、すぐに行きます。13年前に黒川学園で会ったこと詳しく教えてもらえませんか？間宮ユイは楠本満の自殺未遂をどんな風に見てたんです？ごめんなさい、これから会議なので。殺人に関わることなんです。江原はわざと痴漢の汚名を着ることで罪を逃れてる可能性がある。おまけに間宮ユイ以外にも三越葉殺しの共犯者たちがいます。彼らは今も野放しになってます。そして俺はもしかしたら沢先生もその一人じゃないかと思ってここに来ました。私が？今もそのモヤモヤは晴れてません。私にどうしろと言うんです？俺が知りたいのは江原と間宮ユイがどういう接点でつながったのか。多分先生はその材料になる情報を持ってるはずなんです。それはまだご自分でも気づいてないことかもしれません。とにかくもう行かないと。会議が終わる頃にまた来ますよ。お好きになさってください。
沙織さん、八神だけど。ええ、沢先生と話せましたか。ああ、やっぱり彼女と間宮ゆいは13年前同じクラスにいた。同級生のいじめ自殺があった時も。なるほど。その件ですが、星野くんの方でもネットで新発見がありました。ん？そのいじめ加害者は河合真也という子で、13年前ミスル君が校舎を飛び降りた後、逃げるように転校しています。そして大人になるとこちらの神室町で働いていたようなんです。へえ、そんなことまでネットで分かっちゃうの。ええ、おまけに河合は同級生を自殺に追い込んだことを武勇伝のように話してたそうです。神室町でなら笑い話にでもなると思ったんでしょうか。かもね。組にこそ入らなかったものの、河合はほとんどヤクザみたいな人物のようで。今画像を送りました。5年前に撮られたものです。あ、こいつ知ってる顔ですか。この間 RK のチンピラたちが探し回ってた。ガールズバーのマネージャーだって。ええ、確かにガールズバーで働いてたようです。ただその店がどこかまでは分かってません。こいつが河合真也だったのか。でもなんで今になって RK が探すんだ。彼らはその河合を見つけたんですか。いや、ただリーダーの相馬ってやつが言ってた。河合はもう殺されたらしい。何年か前に神室町から姿消してそれっきりなんだ。殺された。ああ、でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越場と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された。どうでしょう、神室町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由はだいたい金か女か。河合もそんなケースの一人なのでは。確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。沙織さん、どうでした？八神さんはなんて。ついこの間 RK の人たちが河合真也を探し回ってたそうです。神室町で。え？そして出された結論が、河合はもう殺されたのだろうと。おい、ずいぶん物騒な話だな。確かに最近やから系の人たちが誰か探してるっぽかったですね。町の人たちに聞き込んだりして。でもなんで RK が河合を。まさかうちの事件とつながってくるんですかね。RK についてはつながりがよく、星野くんは引き続きネットで河合のことを調べてください。私はちょっと出てきます。え？八神さんに頼ってばかりじゃいられませんから、少しは私も足を動かさないと。沙織さん、もしかして RK の連中に聞き込む気ですか。ええ、彼らがなぜ河合真也を探してたか。なら僕も行きますよ。大丈夫、まだ明るいし人目のあるところでやりますから。確かにそうかもしれませんけど。いえ、それも遠慮して、
おや、ようこそいらっしゃい。お邪魔します。こんにちは。ターボーと仲良しの、ええ、そう、じゃあ遠慮なくガールズトークできちゃう。問題もありね。それじゃ俺がお邪魔みたいになるじゃん。マスターは乙女心。何飲むか迷ってんでしょ。いいよ、内緒でターボーが入れてるボト。あいつ最近ツケが溜まってるし。ありがとうございます。そういうわけで RK の人たちと会えないか。あちゃー、やっぱり仕事の用事。でも沙織ちゃん、おいしそうにお酒飲んでくれるよね。ほんと、なんだかかっこいい。そんな、お二人に言われると恐縮しちゃいます。マリネーと美人が二人並んでるとなんかこう年。あら、本当だ。今日マスターいつもそれじゃいつもとか。だってマスターがそれ以上若くなったらかっこよすぎちゃうじゃない。ああ、本当ですね。いやー、しかし RK に会いたいと来たか。彼らも仇から RK ですかと聞かれて、はいそうですとは言わないんだ。そうね。しかも沙織ちゃん、彼らから結構。そうなるとちょっとだけ。沙織ちゃんほどの美人が街を歩けば RK から近づいた。だその格好だと硬すぎちゃうから、少し隙のある服とかメイクにすると。なるほど。隙のある服とメイク。ターボーから聞いてるよ。沙織ちゃんがその気になったらカムロ町のキャバ嬢だ。それで前から興味があったの。ノーアルタカは爪を隠すだね。キャバ嬢みたいな格好をするということですか。これからすぐに。まあ他の手もなくはないだろうけど。あ、よかったら私が見繕ってあげるから。わかりました。じゃあお言葉に甘えてお手伝い。オッケー。まっ、
るほど、これはターボーから聞いてた通りというか、それ以上ね。マリさんの前でこんな格好、なんだか。何言ってるの、本当に綺麗。いや、そんな。本当に大丈夫だってば。まだ何かね。最後に必要なのはプライドよ。でも私、じゃあ弁護士としての弁護。オッケー。ば、男たちもみんなほっとく。こんな気分久しぶりです。ありがとう、マリさん。RK の連中に会いたいんだよね。それだったら私。スカウト？ RK はガールズバーとかキャバで働いてくれそうな子を見ると、特に多いのはそこの占領通りね。いいんですか、そこまで付き合ってもらっちゃって。私も沙織でいいの。こちらこそ迷惑じゃなく。あの、いやちょっとごめん。お姉さんたちかっこいいね。今日はどこか飲み行く感じ？それともこの辺の店で働いてるとか？女二人寂しく飲み歩いてるとこ。ねえ、だったら俺に奢らせてくんない？いい店知ってんだ。うわー、すごい羽振りいいんだ。でも私たちめちゃ飲んじゃうよ。ダチがやってる店があるんだよ。そいつもお姉さんたち連れてったら喜ぶと思うし。ちょうどいい時にお兄さんと。だって今夜は私。何何、どうしたの？最近年下の悪い男に捕まってか、私もいい子でいなきゃって思い詰めちゃってたの。だから今夜だけ自分へのご褒美。あら、沙織。俺でよかったら一緒に乱れますけども。沙織ちゃんとめちゃくちゃになりたいっす。でも今一緒にいて楽しいの。あそこの人たちって。沙織ちゃん、やっぱり RK の。なるほどね。だっ、え、それま、まさか。まあ大きな声じゃ言わねえけど、少なくとも俺らなくしては今。カムロ町って今みん。まあね、ヤクザもう仁義とか極道の伝説とかも通用しねえ。これからはいかにルールのねえアンダーグラウンドで戦えるかが。壮絶な世界、かっこいい。そういえばこの間 RK の人何年か前に姿を消。ああ、あれね、あん時探してたの。さすがお兄さんたちは5年前にある日突然姿を消したってやつだ。
何それ面白そう。結局その人は見つかったの？いや、さすがにダメだった。そいつは可愛いって。それがアルバ昔の知り合い、多分過去によその町でトラブってたんだろう。そんで押し問答した後、最後には無理やりバンに乗せられ、以来奴は姿を消したままだ。それってつまりどういうこと？どっかよそで殺された。河合が生きてりゃ町に戻ってきてるはずだ。店からの急ってことは今頃。その河合の昔の知り、さあね、10人近くいたみたいだ。見た目は片、でももう5年も前のことだから。その目撃談があるということは、誰か河合信也がバンに押し込まれるところを見てたということです。そう、見てたのは、まあそのお店の羽室町で5年も前のガールズバーだぜ。その間に何百件も潰れちゃ。じゃあ、そもそも RK はその誰かから人探しを依頼されたわけですよね？そいつはもうちょい上に聞かなきゃ分かんないんだ。それよりちょっと待った。はい。さっき沙織ちゃん、可愛い深夜って言って、なんであいつのフルネーム知ってんの？なんだと？もしかして最初から可愛いのことを聞きたくて俺らと話してたわけ？何をするんです？その手を離して。誰なんだお前？通りすがりの RK ファンです。やめてよ。え、そうだな、全然怪しくない。バカ、気を確かに持て。クソちゃん、色仕掛けが強す。お前らに名乗る名はない。この手を離せ。この私に暴力や脅しは通じない。なんだ、急に本性出してきたじゃねえか。ならこの手、武者震いってやつだよ。そんな男たぶらかすような格好。ああ、沙織ちゃん。さ、あれ、あ、目障りだぞチンピラ。東さん、てめえ。たく、たちの悪いチンピラが増えたの。あの、礼なんていらねえ。この街歩くときは気をつけな。特に美人は。ありがとうございます、東さん。だから礼なんて。え、なんで俺の名前を？白崎です、源田法律事務所の。お久しぶりです。嘘だ。いや、これは気がつきませんで。白崎先生、しかしすげえっすね。見違えましたよ。ありがとうございました、東さん。私はともかく、マリさんを危ない目に遭わせるところでした。本当に助かりました。若くて強くてかっこいい、私タイプかも。さっきのやつらは RK ですね。最近町中で調子づいてるんですよ。よかったら安全なとこまでお送りしますよ。いや、何、俺も最近は暇。そうなんですか、ちょうどいいですね、暇な者同士。今度は頼む。じゃあその前に矢上さんに電話を入れさせてください。矢上の野郎、何してんですかね。白崎先生の電話には通行類内に出ろってんですよ。出ません。おかしいですね。もう一度かけてみます。殺された。
でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越場と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも。どうでしょう、神室町では何らかの理由は大体金か女か。確かにね。河合の件はこちら RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだ。ああよろしく。来てたのか。よしよし。
いえ。ところで、はあ、ビンゴ。
いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとう。しばらく寝とけっての。慎重に行こう。
加減にしろよ。時間食っちゃったよ。
しろ。時間食っちゃったよ。八神さん。天沢。ああ。
ありがとうございます。よろしく。なあ、なんだって？実はそう、なあ、実は。なんだって？それって、いえ、なるほど。マジで？
ですが。わかった。八神さんは普段から尾行されるんですか？まあ仕事だからな。ターゲットに気づかれないコツは何でしょう？私は気づかれちゃうことが多いんです。いや、なんでただの高校生が尾行する機会あるんだよ。事件の匂いを嗅ぎつけるとつい。相手がどんなやつかわからないし危険だろう。いや、しかし事件が発生する前に防げれば御の字ですし。いや、お前が事件に巻き込まれるぞ。その視点はなかったです。行かれますか？いい加減にしろよ。そちらですね。
ばらく寝とけっての。一緒に行きます。にしても天沢のおじいさんが有名なミステリー作家だったとはな。意外ですか？いや、むしろ納得。この祖父にしてこの孫ありだな。そう言われるとプレッシャーです。天沢喜多の孫として恥ずかしくない人間にならないと。そのためにはやはり数多の事件に関わり、探偵としての勘を。無駄に事件に首突っ込んで恥さらすとまずいんじゃない？天沢喜多の孫としてはさ。我慢をすると好奇心がうずく。謎を嗅ぎつけると天沢喜多の血が騒ぐんです。厄介なものを受け継いじまったな。あ、はじめまして。どうも。八神です。すみませんでした。ええ、天沢。あ、まさか。え、ああ、ですが。え、あの、実は、ええ、なあ、天沢。ええ。天沢。ええ。うん。マジかよ。実は。なんだって？なあ。
さか。バカな。あの、お願いします。え？はい。ありがとうございます。あの、あの、お、はじめまして。はあ、いや、え？八神さん。ああ。うん？八神さん。マジで。まさか。ええ。ああ、察するに。ああ、
八神さん。察するに。ああ、ということは。あの。
いや、負けませんから。よろしく。よし。よし。ナイト。ナイト。悪いな。こういうこともあります。甘さ。そういえばお前、受験勉強は大丈夫なの？そのことはあまり考えないようにしてます。焦ると推理能力に支障が出るので。受験勉強に支障が出る方が問題だと思うが。そのことはあまり考えたくはないですね。真実から目を背けていいのか？
受験という真実から。もうやめて。やれやれ。そちらですね。ありがとう。しばらく寝とけって。
っ飛ばす。よし。なあ。はい。なあ。は？実は。ん？え？ええ。
おい。うん？あ。八神さん。天沢。するに。ああ。ええ。八神さん。
なんだ？ん？なんだ？お。え？これは、ん？あ、ということは、察するに、ええ、なるほど。つまり、はい。まさか。ちょっと。まさか。ですが、なあ、要するに、つまり、天沢。察するに。
なるほど。ということは、察するに、天沢。ええ。ああ、
八神さん。Thank you.
でも着な。残念だったね。ったく、時間食っちゃったよ。
らっしゃいませ。ありがとうございます。来てたのか。よしよし。ええ、ついさっき終わったところです。ただ沢先生はとって何でもご自宅のマンションから空き巣に、空き巣、それで柳見さんがもし来たら。そうですか。いいえ、あ、じゃあ私の電話からかけて。出ませんね。今もう家に着いた。そうですね。あれ、沢先生の。ええ、まあ細かくどこ。なるほど、プライベ。おや、柳は少し前
彼女の部屋に。で、さっき別の先生に。それで八神さんがここから歩いて行け。そうだったかもしれませんけど、その住所をこっそりよ。俺らは探偵です。少し時間を。ただそれだと今後お互い気持ち。明日ご本人から。理事長も三越芝博のさ。ええ、でも警察に聞いたら。俺が聞く限りではまだ。でもしあの動画が江原は意図的に自分のそれを見た。警察がそう。そしてか。いや待ってください。江原君へのいじめは裁判でもなかった。実は沢先生は敏郎君が自殺する前と。なのにその後の裁判では証拠立てが。それは江原。そんな状況があった上で三越芝は殺され。何がいい。俺は先生の様子を見ておきたいだけです。理事長が沢先生の住所を押し。あの、いえ、ところで、
ありがとうございました。頼むぞ。よしよし、お前の鼻が頼りだ。お、こっちだな。任せたぞ。こっちだな。任せたぞ。頼むぞ。Hey! Hey!
ん？なあ。矢上 C。
しばらく寝とけって。時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。痛みみなぎってきた。ごちそうさま。ありがとうございました。
ばらく寝とけって。八神さん。おう、俺は浅間カルタだ。俺は春名光一郎だ。よろしく。え、よろしく。ヤガミッチ、あの人はな。へえ、はあ、やべえだろ。え、おや。だがな、それってああ、おや、なるほど。強のあるやつに、え、暴力と恐怖による支配に勝るものはない。わかるだろ。ああ速さが絶対などという位置、一歩チームの外に出りゃアウトローの世界でお前らもそう思うだろう。
おかしいな。あれ？そうですか。誰の紹介？は？だよ。サツが潜らせた犬かも。はい。ちょ、おい。いや。誰か。こいつを知ってる奴はいるか。さっきの新入り以外、誰も。徹底的に痛めつけて全て吐かせろ。はい。おい、ゴースト。何か。日本だよ、こいつは。仇に手出すんじゃねえ。こいつは素性がわからねえ。あ、なあ、あんたゴーストだっけ？あんた素顔を隠してるんだって？もしかしてさ、なんだ、正体不明のやつがさ、人を疑うのはどうかと思うよ。何調子のとこと脱がしたんじゃ。待て、そいつ。少佐、この状況で単価切れた、いい度胸してやがる。面白い野郎だぜ。スオーさん、こいつはうちのボスを侮辱しやがったんです。七杉、お前とこいつどちらが偉い？偉い、それを決めるのはお前でも俺でもね。ルールだ。より早いやつ。そう、法律だの憲法だのルール、わかるか金杉。てめえも気に食わねえならレースで決着つけりゃいい。レース？ああ、命を懸けた。おい、どういうこと？てめえの処分は俺たちのやり方で決める。レースで金杉に勝てばお前は自由だが、お前が金杉に、そう、勝てば自由ってことはさ、俺が勝ったら、もちろんだ。たとえお前が何者だろうが勝つ。そう、いいのか。構わん。ルールは、何でもありだ。ああ。やってやるぞ。せいや。
し。やってくれるぜ。八神だ。ルールは絶対だ。マジパネ。ああ、よろしく。ところで、わかった。
天沢。八神さん。はあ。実は。は？ええ。それって…なるほど。ええ。はい。いえ。要するに、お願いします。え？天沢。
お願いします。八神だ。え、はあ、ああ、なるほど。いやいや、しますか？どうしようかな。何にしようかな。おごるよ。このお酒大好きです。乾杯。みなぎってきたぜ。この間のことなんだけど。